時計の針は午後5時を回りました。88.5メガヘルツレインボータウン FM ミサヨのふるさと島あじ島の時間です。早速ご紹介いたします。歌手の谷口介さん2ヶ月ぶりのご登場です。ようこそ。はい、よろよろしく。夜明夜。どう <laughs> どうした？よ夜めいちゃったなと思って。夜明 <laughs> いちゃった。こんばんは、うん、谷口介と申します。ね<ー>よろしくお願いします。<ー>久しぶりにね。久しぶりにね。この新曲のねご紹介をちょっと。はい していただけますかどんなでうの冬運河はですね、うん、やはり岡千秋先生と、はい、えなんといっても作詞家の木下龍太郎先生が今からそうですね約12年前にもう他界されておりましてはい、はい、ずっとストックしてもう金庫の中にのげておいたその作品に岡先生が改めてあのメロディつけて頂い,いてミュージックビデオのロケもですねあの選手村とかのオリンピックのはい、はい、あれはるみふ頭の方ですか はいあの辺で撮ったんですよ運河で夜すごいいい感じでですね寒くなってきてですね夜で谷さんって現場監督さんがビデオ撮るのにマフラー持ってきたでしょうねって言われて聞いてない聞いてない聞いてないよって言ってえ撮影にならないじゃんってもうそこで現場があたふたしだしてどうしようかって今日お越しいただいたヘアメイクさんがですね あじゃあ、りュうちゃん着てきたよう、T シャツ脱ぎだって言ったから、うん、その場で T シャツ脱いで、うん、で T シャツをマフラーに巻いて、安全ピンで止めてやったんですよねすごいね、ヘアメイクさんってね。素晴らしい機転、聞きますねねすすごい、ね、谷さんんお酒大好きですもんね。 大好きですね。うん、あの広島も美味しいお酒もたくさんあると思うんですけどもね。広島実はですね、みさえさん、本当にお米も美味しい。とお米も美味しいし。ということは、お酒も美味しい。特に西条っていうね、東広島。酒どころ。ええ。ね、あの泡盛飲めますかって。泡盛ね、鍛えたいですね。あ、泡盛さ、あのすごくこう度数が高いんで。 高いみたいです。飲みやすいようですよね。うんうんあのついつい飲みすぎて、うん酔っ払う人が、ああ、僕はねあの毎日レモンサワーの9%を飲んで家で過ごしてるんですけど、それ飲んだだけでもバッタン級ですもんねもう500ミリ飲むと。あらいつまりが寝て誰かさんとなんかサワーのことは似てるんじゃないかな。ああ好きです。あ。 でもね、多分ほろ酔いとかってね、三パーセントとかね。いやいや、全然全然。七、七パーセント、あ、そう。七三、七三パーセントとか、八パーセントとか、だし。いや、負けるかもね。負けるかもね。はい。でね、メッセージもいただきました。さくらトラベルさんからです。りゅうちゃん、聞いてください。先日、コロナもようやく落ち着いたということで。家族で広島旅行へ向かいました。宮島も行ってきたし。 えー、戦艦大和も見てきたよるそれ、うん、そうですね、それで帰りに空港でお土産を見ていたら、おおガンスが売ってたので、りゅうちゃんが前に言ってたのは、これのことかなって思いつつ、買ってみたんですって、おおうん、自宅に戻って、やれやれと、ビールのつまみにガンスを食べたら、うん、なんとまあおいしいこと、とまあ、こりゃ大名物、大名物ですわ、うまい、久江 <これ S 2> さんもぜひ食べてねって、おいしいでガンスって。 そうでガンスよ、そうでガンス。そのガンスってそもそも何なんですか。そもそもあの広島弁昔の人がですね、そうでガンスでその通りですよっていうこと、そうでガンスよっていう人が来てんですけど、あの物はですね、魚のすり身をですね、あのパン粉みたいなのをつけてちょっと揚げてるんですよ。すり身はもういきなりパン粉。あら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 。それであのまあイワシのすり身とかですけどね。でそのまああの普段は保存状態は冷たいじゃ感じなんですけど、食べるときはですね。 元祖を買ってきたらそのままレンジでチンするか、ええええ、フライパンでちょっと焦げ目、ええ、を作るぐらい、えー、してあの焼いて、ええ、熱々にして、ええ、でマヨネーズと七味とか一味でもいいんであとポン酢でもいいですかけてお酒のつまみ食べるといわしはんぺんみたいなのはんぺんとまた違うんですか なるほど外見がカリッとはあ魚は何なんですかだから多分小岩市のそういう炭水なんだなるほどなるほど昔のみれというかね親父もよく釣ってきてはね作ってくれてますよああ食べたいなあぶちはこれやぶちはないのね新曲発売以来 えーと驚愕の忙しさに体調を心配していましたが、はい、元気な龍ちゃんが見えてますよって美沙代さんの会話がテンポよくリラックスするとですね、はい、う嬉しいね、隣何度聞いてもいいですねーてあて冬,冬隣のことね。嬉しいですねー、はいえー、木場の、えー、下町居酒屋だと ありますね桜メンチ的なものがあってガスのこととだ思いますねこれね東京のアンテナショップ広島あるんでそちらに有楽町の方かなそちらでぜひ買っていただいてですね元祖とあとかきでも買っていただいて牡蠣もですね本当にほうれん草とフライパンとかで炒めるだけ塩こしょう塩こしょうして炒めてたらもう牡蠣からエキスが出てきて海みたいに湖みたいになるんですよ。 フライパンが。はいはい。で、そこで最後にバターを垂らして。で、さ、お皿に盛って食べると。ああ、美味しそう。食べたい。大丈夫。大丈夫。大丈夫ね。はい。食べたい。ええ。谷亮介どの。おえなんでござるか。これはね、く、広島カップのことだな。クリアレン。クリアレン投手。あ、クリアレン投手のことね。はい。残量おめでとうございます。ねはい。 えー、来週シーズンの広島カープ見逃せませんね谷竜介殿も広島カープも見ど,ろこ,見どころ満載です、うん、カバーオブリクエスト2の群青や冬隣、えー、いいですねって、うん、心にしめます。 生で早く聞きたいです。冬運河は両親がカラオケで猛練習中ですって来てます、ね。いや、嬉しいです。ね嬉しいですね。すねその、今ね、その、うん、ええー、辰野敏子さんがね、冬隣という曲がね、こう、はい、あの、いいですねって来てたから、それをかけたんだよね、今ね。そう。 書書きました書きました書きまししたた、ね、<laughs> もうお聴きいただきましたね本当にあにしっとりした本当にあに歌い方もいいですしね何かこうバラードが好きって言い方が多いですね意外に僕の歌で癒されるんでしょうねどうなんですかねうん、うん、昔はちょっと恥ずかしかったですけどね,うん、うんね いやもうねこの間も広島の地元帰ったんですけどね皆さん温かく迎えていただいてもういろいろコロナ大変だったけどもう弾ける弾けんばかりに盛り上がりましたねもうだから広島で生まれ育ったということ誇りに思いますああそうですねあの今の総理大臣ってあの広島出身なんですよ岸田さん岸田さんねなんかこういうメガネかけてねえ成長と分配 えー、成長と分配あ<っ>え私は総理になりましたああええー、武蔵の弁当お弁当大好き。えー、えー、止めてちょうだいなんでそんなによく似てるの似てます似てる声も似てるよね楽しい <laughs> 楽しい楽し、えー、いう、ね、ええー、あのね星柄シャツ素敵ですよってありがとうございます、えー、いらなくなったら譲ってください買いますよって来てるよ 欲し星柄だけに。私も、私も欲しいなって。はあ。僕の汗付きでいいですか?。嫌だと思う。え、嫌だと思う。クリーニング出した方がいいですか?。当たり前。水にをしますよ。あら。加齢臭はしないと思います。毎日ふらいてる。ええ。ね、あの、さっきの、あの、岸田総理の前に、めっちゃ似てる。ってああ、嬉しい。成長と分配。 じゃ一曲また聞いていただいたからお話をね続けていきたいと思いますがわかりました11月3日に出ました冬運河のカップリングになりますねそうですねはい。もうこの時期にぴったりです、うん、酔いすずめカワウソさんカワウソ大好きさんからもメッセージいただいてますね来まねさんはいえリュウ様新曲発売されてお忙しいですよねって、はい、無理するなと言っても無理しない しないとお仕事が回らないと思うので、陰ながら応援しかできませんが、ああ心身ともに龍様の無事を祈っています。いつもお元気をもらっています。って、うん、ありがとう。龍様、はい、冬運河の壮大なメロディーに龍様の素敵な声をの乗、はい、せて、皆さんに勇気を分けてください。何、うん、ともこの感動的なメッセージですね。ええ、ね、カワウソが大好きなんですね。私も大好きなの。はい、カワウソ。 もう昔からうちの事務所の社長にね、竜介、お前は顔を染めた顔すんじゃないお前これは谷さんのことを言ってるんだ、顔をうちの社長が命名でしああ、なるほど、なるほど。で、僕は車を運転しながら、よく昔言われて、顔を染めた顔すんじゃないって言われて、そうですかっておかしい、谷さん、ものまね最高ですって、カメラ目線いただきましたよって。 んか他にモノマネやっていただこうかしら岸田さん先ほどさせていただきました広島でね誰かな難しいですけどね人間とはねええ朝起きて昼昼昼食べて夜食べて寝るだけだああそう

そうですよ、さっきからもうずっとかきかきってからも、もこの間岐阜に行ってね、うん、あかきって言ったらね、か、うん、ってなんだ、かき、うん、だとかああ<ー>、ね、フルーツのかきと間違えてるのかなどっちかわかんなかったかき、私はね、かきのね、生かき大好きなの、うん、うまいですよね、大好きだな うん、もう本当にフライパンであの、うん、ほうれん草と炒めて塩こしょうして、うん、最後にバターを垂らしてさっきも言ったけどね、うん、さっきも言ったね同じことね <laughs> でもでもやっぱしあのなんていうのおいしいものってさ、はい、こう 食べてももちろんいい顔するけど話する時もいい顔するよねみんなねみんなほんとに食べた瞬間のおいしいねもうスマイルというかやっぱりこう自然のものでね1年間ずっと骨かしてて、もうできた牡蠣なんてもうほんと最高だあれ1年ものなの2年ものとかもあるんですか1年に1年だと思うんですけどねちょっと僕あんまり自信がないんですけどね 夏はね、夏で大きいカキのミルク貝ってなって、もう一年中食べれるんですよ。ゆうちゃん今度秋田のお酒持って会いに行くねって、待っててねって。もう秋田秋田美味しいよねお酒の日本酒ね。もう美味しいも何ももう温泉使って飲みながらこうね最高じゃないですか。そりゃ贅沢だね。うんう雪見のお酒なんかも最高だね。今日なんか雪降ってるんじゃないかしら秋田。降ってると思いますよ。 私の友人がね、青森、さっきね、ちょっとオープニングで話した青森にお友達がいるんですよ、新潟と青森にね、はい、ねもう雪の写真を送ってくるの、最初、何かと思ったら、白黒の写真、え、今時白黒の写真あるんだと思った<ん>雪景色だった。えー、それだけすごいんですね、<laughs> そうう本当に白黒の写真みたいに、カラーじゃないから、だから、し白、白だから、<ん>で木がやっぱり黒っぽく見えるんだよね、<ん>うん、だから雪景色を写ったのをね。 るんですねあっそうだ新幹線がよくねストップしたりするもんねそうなんですけど質が全然違いますよもう赤いものもうパウダースノーうメリケンコみたいなメリケンコ小麦粉って言ってもあ小麦粉メリケンコって今言っても誰も知らないよ小麦粉小麦粉このギシギシしたこのねうん当にパウダースノーさーとそうそうそうでもね私ほら南の生まれなんで 雪にというか寒いのにすごく苦手なんだけど友達が言うには雪がね降る前がものすごく寒いってで降っちゃえばどうってことないんだよって言ってましたよいやほんとそうだと思いますもう真底冷えるみたいなねい真っ白に染まった露天風呂に浸かりながら日本酒最高水野さん青森もいいよ秋田青森と足を伸ばしてめっちゃいい 時間になっちゃったよどうしようか延長でお願いします <laughs> <laughs> ねまたねあのタ、ー、さんの新曲をかけながらお別れとさせていただきます,ます本当に今日はねありがとうございましたいや本当に嬉しかったです、ね、またねぜひお越しください読んでくださいはい。